はい、琵琶湖塚古墳でございます。これね、ピラミッド型でございますね。7段 ?5 段書いてないか。中にね、石棺が入ってございますから、見てみましょうかね。天井石、大きな石がね、載ってます。あら、この上だんだんね、すり上がりで進んでるね。高いね、天井も。石舞台見てここ見るとやっぱり小ぶりやけどね。こう石棺残ってますからね、開けてますね。歯がちゃんと向こうにずらして投稿されましたが、こんな大きい石をね、大変でございます、運ぶのね。やっぱり業界がんか ね、阿蘇の業界さんからね、ここから見れるか。おお、ここからね、見るようになってます。これ中、あ、入れんか。高さがどれぐらいあるんやろう。これ高いね。おお、いい天井石使ってんね。天井石、右の方はね、ちょっとね、崩れかかってますね、右にね。ちょっと危ないかね。左はそうでもないんだけどね、右はちょっとやっぱり横にね、ずれてきてますね。ちょっと怖いかな。はい、石棺も見逃したでございます。あら、草ぼうぼうでございますか。半年前入ったんだけど、中で入れませんか。これから上がってんね、みんなね。ここから上がった跡が残ってます。ここから上がってますよ、これね、みんな。ここは上がってくれんな。あら、ゴミがある。この高さ、ここやね、一番高いの。全く音しないんだけど、風の音もしないね。今日向こうのね、棚田をね、取りに来たんだけどね。棚行ってみましょうかね。もうちょっと早かったかな。田植え6月の末ぐらいの田植え終わったやつ欲しいことやったけどね。やっぱりちょうど田植え終わったぐらいよね。ほんで問題は一つ、こんな状況でございますからね。わかります？わからんかな。田植えしないとこだいぶあるんですよね。放置されたとこもあるしね。骨はもう放置されてます。骨、お下も放置されてますね。残念なことに、ここも昔はおそらく田んぼだったんだろうね。これね、やってませんわ。これなんかね、ブドウ植えてあるのかね。そんな感じで行ってみましょうかね。なんだ今のやつは。カラスか。やっとね、ふくらはぎ治ったんだけど、また痛くなるね。はい、これこれよりわからへんでね、何メーターか。これで行ったんだよね、最初。なら約800メーターですわ。800メーターでございます。はい、琵琶湖塚古墳でございました。ありがとうございました。